皆さんこんにちは、イオマンテの船崎です。今日の動画はですね、まあ、いつも見てくれてる方はもう、ご存知かと思うんですけども、釧路暮らし動画コンテストの話をしたじゃないですか。でその動画はもう何日か前にこの釧路暮らし動画コンテストの実行委員会さんの YouTube の公式チャンネルにアップされております。でその動画は、こっちかな、この辺かなに、今リンク出てるので、まあ、そちらをご覧いただいて、でもちろん動画の概要欄にも、リンク貼っておきますので、まずはそちらの動画をご覧になってない方は先にそちらを見てから今日の動画ご覧いただければよりお楽しみいただけると思います。はい。でこの釧路暮らし動画コンテスト、なんだろう、若者が住みたくなる、こう移住したくなるような釧路を動画で表現してくださいという、そういうコンテストだったので、うちのお店は若者、僕以外はみんな若者なので、まあ、そんな彼女たちの日常をこう切り取って動画を作らさせていただきました。で作品自体は1分以内の動画を作るっていう、そういう要項だったので、1分の動画にうちもしてあります。1分の動画を作るために3時間ぐらい撮影したのかな。でいろんな動画があるので、せっかくなので今日はその1分以外の部分の動画を作っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。勉強、仕事、友達との時間、私の毎日は結構忙しい。そこ食ったんじゃなかったっけ、確か。やっぱり、本当にいっぱい。はい、このシーン OK です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でも欲張りな私は毎日を全力で楽しみたい。俺が映っちゃった。ねえ、あなたは今日も楽しんでいますか？はい、よいよ。念のためもう一回撮ります。はい。監視カメラついてる。あいつら何やってんだろう。絶対なってると思う。ほらほらほら。あいつら何やってんだろう。絶対なってるから。よし。いいんですか、もう。うん。ここはこんな感じだろう。はい。よし。全編曇りなんですよね。全編曇り。よし、行くぞ。一瞬とか振り返った方がいいかも。はい、ストップ。次、スローで撮りますね。はい。その人に、あの人何してんだろうみたいになってる。前から女子高生が。いや、めっちゃいいなった今の一瞬。よし、いいかな、これぐらい。走る最後、僕らがやる。
走ったらブレブレですよ。いや俺でブレないから大丈夫、俺ブレないから大丈夫。用意どんの格好して。いいよ。こうですか？あ、いいよ。さよなら。さよなら。オッケー。明るはい、来ました楽しげありがとうございます。あ、今赤いすごい、これなんかめっちゃ綺麗です ね、すごい飛んでくじゃん。明るい早い、終わるのすごい、なんか色変わるやつです。本当だあゆかの長いね。はい、もう落ちてラスト1本。え、もうラストなのそれ。最後やっぱ運命の出会いっぽい色してる、これ色変わるやつかな、違うかな。カナビー綺麗、かわいい。今一生懸命撮ってるけど俺使うのかな、これどのタイミングですか、何に使うのかな今度こっち向くか、今度こっち、こっちの方がいいか。でも逆光じゃないんだよなこっちな、やっぱりな、こっちやっぱり逆、やっぱライト光がないって結構きついな